今日は。そう、まあ顔出しだよね。もうこれは顔出しでいいか。もうね、マスクしてるけど顔を見せてるからこれは顔出しなんですよ。皆さんはいつも贅沢なんです。鼻も口も目も全部見て、そう、みんないつも贅沢なんですよ。これも顔出しなので、まあ普通に話しますよ今日は。そうだよ、みんなはいつも贅沢をして配信を見てるんだぞ。ちょっとあまりにも前髪がボサボサでびっくりだぞ。よいしょ、ドキドキ、よいしょ。今なんかさ、去年の冬にめっちゃ冬の乾燥ですごいね、謎に眉毛が抜けたんですよ。眉毛が抜けちゃって、そう、それでね、今年の冬は抜けないか心配だったんですけど抜けなかったです。そう、春と夏と秋を乗り越えて眉毛は復活しました。そう、え、びっくりしたね。ストレスかもよ、マジか。去年の冬なぜか眉毛が抜けるという大事件が起きてたんですよ。眉毛本当になくて、もう全部なくなってたんですけど、眉毛生えましたね。はい、今年の冬も生えたままがいいな。うん、めっちゃ描いてた、めっちゃ描いてたんだけどね。そう、ならんかったかでしょ。あいた。なんで今目ん玉に指を刺したんだろうね。夕ご飯、夕ご飯はね、食べたよ。何食べたかちょっと思い出せない。何食べたっけ。やばいやばい。うん、そう、記憶も抜けた、記憶も抜けたかもしれませんね、これは。そうなんですよ、昨日はね、渋谷ノートさんに出演させていただきました。うわー、ありがとうございます。皆さん見ていただけたでしょうか。はい、見た？そう、昨日はね、渋谷ノートさんに出演したんですけど、そう、私もう本当にドキ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 しました。ずっと、なんでかっていうとですね、まず夜の時間、24時を超えてからのお仕事が初めてで、そう、あ、膝掛けちゃんがすごいクマちゃんの上に乗っててかわいそうな状態になってたよ。よいしょ。はい、そう、すごいね、そう、その夜の時間にやるのが初めてで、本当にその夜お仕事をしているというドキドキ感、そしてそしてですね、もう渋谷ノートさんは2回目なんですけど、その時大好きな人の時だったんですけど、その時、そう、その時ね、なんかあんな生で MC に出るみたいなことがなくて、そう、それですごくその MC の内容も、なんだろう、奈々さんには秘密にしているMC だったので、そう、それもなんかドキドキ。なんかリハの時にナナさんがいるリハとナナさんがいないリハをしたんですよ。それでナナさんがいないリハの時に、あの本当のあのナナさんの
知られざる姿みたいなコーナーをしたんですけど、それをして奈々さん来てから2回目の奈々さんが来てから他の出演者さんもいる中で、あの偽企画やってたんですよ。なんだっけな、瀬戸内でおすすめのスポットグルメみたいな紹介をするみたいなので、そうあ、ホテルパンダ坂道グループイコールギアイさん、パパパパーン、ありがとう。ちょっとやっぱありがとうね、なんかパーンとかクマとか読み忘れてた相手ね。そう、それでなんかひな、そのリハと本当のリハがもうなんかごちゃごちゃになってあれもしかしてこの偽企画のスポットみたいなやつってやらないよなと思って、やらないよな、あれえってなってもうパニック起きちゃって本番前にあれ、そうすごいさ、やっぱすごいなんかこう入念なリハーサルだったからすごいなんかやる気がしてきちゃったの、もう偽企画を困惑困惑のひなちゃんが起きてて、そうなんかもうそうすごいちゃんとリハしたからなんか困惑したんですけど、あのいざ本番ってなると、あの本当にあのあっちでした、ちゃんとちょっと奈々さんの知られざる姿の方でしたよかったと思ってそう、その後に手紙でしたね、ユミリンへの。うん、そうそう、そういうこともあったんですよ、リハ中に起きた事件。うん、パネル、そうパネルめっちゃなんかヒナのパネルを撮ったら向かい側にいるサーヤンが右のが自分のやつだと思って最初多分右に行っちゃったんだよね、本当はサーヤンのパネル左にあってヒナのパネル右にあってこういう感じだと、こうこうなったの、なんかこうここにあのソーシャルディスタンスバリケードソーシャルディスタンスバリケードにこう間に挟まれてパネルが置いてあったんだけど、サーヤがこっちの誰のだったっけな、誰かのを撮ろうとしたから、そのヒナがこう撮ったこっち側にこっち側のここにあるヒナのやつをえいってパネル撮ったら、サーヤの方のパネルがバタンって倒れたバタンって倒れてはにゃーってなってヒナバリケードってなってバリケードはね、そうバリケードはひなのあのこのパネルとパネルの間にあったけど、そうなんか落っこちたそう、うん、えっと思ってそしたらサーヤがあの自分のボードがこっちにないっていうのを気づいてこっち向いて自分倒れてるのを見て、あこれかってなってあこれか私のみたいな感じになって拾ってた。そうあの事件の真相でしたあの事件の真相はこうなっていました。はい、うん、そう、よいしょちゃんと映ってました。そうみんな気になってたあの事件の真相、そういうことだったんです。何してんだろうって思ってたあれ何し
ったんだろうこの二人は。ねえ、そう本当に今もリサさんのその歌声を生で聞けたのもすごいめっちゃ嬉しかったですし、なんだリサさんと共演できたのすごい嬉しかったですね。好きなので本当に、はい、かっこいい、かっこいい、とても優しい素敵な女性で、ああ憧れちゃうってなっちゃう憧れちゃうよねえ。ケイツさんにはたまらない、本当にたまらないぜ。うんうん、塚田農場お弁当おいしかった、旧式弁当があるのを日野知らなかったです。今までずっとあのタルタル弁当、タルタル弁当じゃない、あのなんだっけあれ、あーちょっと待ってよ、チキン南蛮だ、今までずっとチキン南蛮のお弁当をいつも出される定番だったんですよ。でもあの牛すき焼きなんてものがあるのかと思って、はい、びっくりしました。すごくうまいっていうやつでしたね、はい、うん、うん、うん、ね、煉獄さんだと思って、自分は煉獄さんだと思って食べましたドリーさんレインボースターにあとキラキラーン、煉獄さん、うんうんうん、そうリサさんに参ったし、お弁当も牛すき弁当をいただいて気持ちはウキウキすごいでも緊張してたけど、披露するのもテレビで披露するのは初披露だったし、渋谷ノートさんね、たくさんの方が見てくれる番組なのでドキドキもしてましたけど、はい、嬉しいこともいっぱいありましたね。なんかマスクだからすごい小声の、低い小声で喋っちゃうなんかマスクで話したらなんか低い小声で喋っちゃうね、ボソボソ言っちゃう、ボソボソ、今日ボソボソ配信だうん、うんうん、真剣、確かに真剣に聞こえるかも、うん、ワイプで結構抜かれてた、恥ずかしい恥ずかしいよ、そうワイプはちょっといつ抜かれてるかわかんないから恥ずかしいなそうマスク取っても変わらん、君の想像通りかもしれないし想像と違うかもしれないよ、うん、あ、おばちゃんめっちゃ可愛い、ありがとう、いい、うん、パフォーマンスもワイプも可愛かった、嬉しい、ちゃんとひなちゃんどこだーって目を追って見てくれてたのをすごい後からエゴサーチをして、
琴日野でエゴサをかけたらですね、たくさんツイートを見つけて嬉しかったですよ、とっても。はい、時計の音、あ、時計じゃないね、エアコンが今なんかギシギシ言ってる暖房つけてるからか、なんだかギシギシ言ってるね。そう、え、なんかさ、ツイッターが勝手にアップデートされてね、最新を見ても最新のなんだ、なんかさ、例えば岩田ひなって検索するじゃん、岩田ひなって検索して、それで最新っていうところがあるじゃん、最新とおすすめみたいな、おすすめだっけな、人気か、人気と最新とみたいな感じで上に書いてあるじゃん、その最新を見てもさ、3日前のものとか2日前のものとか出てくるの、ツイッター今。いや、それでエゴサができないやんこれと思って、ヤフーさんで検索してエゴサしてますよエゴサガチ勢なので、はい、ヤフーさんのツイッターだと最新が見れるので、そう、なんか最新が最新じゃないの、なんかおすすめみたいになっちゃったから、うんと思って、そう、バグってるの、あれアップデートしたのかと思った、バブってバブってんの、それはまずいな、ツイッターは赤ちゃんになってしまったのか、それはまずいな。そっか、バグが起きてんだね。バグってるやついる、こん中に。ツイッターがバグってるやついる。わあ、いる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 ってなってんの今みんないねえよなじゃなくてわあバグってるやーってみんななってんのね、いっぱいいるパターンよこれはツイッターバグってるのいっぱいいるパターンよ、バブってます赤ちゃんになっちゃってるじゃん、元に戻るように祈っとくねまあたまにあるよね、うわ赤ちゃんに戻りたいなみたいな時ね、ひなちゃんあるの、あるよ、ああ赤ちゃんに戻りたいっていう時あるよ、もちろん、なんか朝とかああ朝がとっても早い、ああ赤ちゃんの頃に戻りたいみたいとか、赤ちゃんを見て、あ、赤ちゃんの頃に戻りたいってなりますね。なぜか通知が来なかったんご、ピエン、それはピエンの案件だぜ。バブってるのか。最強の暗殺者が異世界に転載するアニメ昨日言ったっけ、それツイッター、ツイッターじゃないショールームで言ったっけ、そのアニメ今見てるんだって言ってるいつの間にか言ってたかもしれないなそう
そう、面白いよ。前言ってたか、マジか。いっぱい見てるのあるよ、でも最近。うん。TikTok だけ通知が遅い。そうなの？じゃあ TikTok はやっぱり Twitter で毎回 TikTok 更新しましたってみんなリンクコピーしに行くんだってやっぱ毎回言った方がいいね。うん、遅いんだったら。お、影響されて初めてバイオレット見た。泣いた。泣けるよね。こないだの金曜日はさ、あの結構遅くまでやってたからさ、見れなくて。バイオレットちゃん見たかったな。まあネットフリー撮ってるので見れるんですけどネットフリー見れるんですけど、テレビで見たかったなねえ。バイオレットガイデン忘れてた、つらん普通に忘れてるのはつらい。そう、見れてなかったんよ実は。遅くまでやっててピーン。うーん、うん、そう、今日の鬼滅は見ます。11時15分からなので、うん、みんなも見ようね。みんなは鬼滅見てるか？うん、そう、それで鬼滅が終わった後はリサさんの最新曲青け星の MV が公開されるらしいので YouTube で、それも楽しい。見ようっと見ようっとめっちゃ楽しみだね、そやね、見ようね。うん、嬉しそう、嬉しい、楽しみ。リサさんの MV かっこいいよね、楽しみだうーん、明日朝早いのかな。明日公演か、夜公演だけだからそんなに早くないよ。気がついてた、クシちゃんの気か。昨日渋谷の撮りました、嬉しい、ありがとう。ね、リサさん呼吸使えそうね、あんなに細い体からすごく、なんだろう、すごく、なんだろう、声量とか、なんだろう、なんかこう迫力感が、呼吸使えそうだよねあ、りょうさんめっちゃ可愛い、ありがとう。いいね、全集中使えそう。今日の差し入れドーナツだったらしいよ。ミキセイのやつドーナツ出てたの、いいな、一気にはドーナツをくれーくれくれー、うん、
明日はね、平日だから公園見れるかな、みんなは。一回名古屋に出張公演来てくれた時行きましたよって。あら、一緒に来てくれたの？嬉しいね、それは。名古屋、あ、そう、名古屋といえば、あ、最近新しくですね、マネージャーさんがね入ってきてくださったんですけど、昔会ったことがあるよって言われて、その渋谷ノートの終わって、なんかコンビニでご飯を調達して、それを帰ってる時に話してて、昔会ったことありますよって言われて、ちょっと待って、いつ会ったんだ私はと思って、そしたら思い出して、名古屋でって言われた時に、昔名古屋でって言われた時に、はぁーってなった日だ。一回すっごい初期の頃にユミリンとグラビア撮影し終わった後に、あの二人だけで新幹線に乗って広島に帰るんだったんですけど、新幹線が止まっちゃって、それで名古屋に泊まることになったことがあるんですよ。すっごい昔に、もう初期の初期にそれがあって、その時に来てくれた方だってやばい、4年ぶりの再会やばいよね、びっくりしました。はい、急激に私はその新しく入ってきたマネージャーさんに親近感を持ちました急に、あのやっぱ昔の日でも知ってるんだこの人だと思ったら、なんか急に親近感が湧きましたね。はい、あーってなったそうそういう時あるよね、やっぱ面白いですね、いつ関わった人といつどんな時にこうまた再会するか、この人生は分からないんだなって思いますよねだからみんなともまたいつか仕事の現場であったりするかもしれないしそう、また4年後とかになんか会っちゃうかもしれない、どこかで偶然ね。びっくりしたなぁ。そう、初対面じゃないっていうのを思ったら、人見知れなひなちゃんでもあのお話をできたらいいなと思いますね。新しく入ってくださるマネージャーの皆さんといつも話そうと思っても、なかなか自分から声をかけるのが苦手なのでそう、何年もかけて仲良くなるタイプハンスタン可愛い、ありがとう。キュラン。ひなちゃん優しい。いやそんなことない。もう人見知りです。そう。ねえ。時間かかるの、そう時間かかるのよ私そう、うんね、でもなんかあんまり仲良くないとなんか
こういうことみたいな言えないから、こういう関係は大事。なんで急にこんな真面目な話をしてるの、ひなは。そう、うん、ね、渋谷のトミットありがとう、言ってくれて。ツイッターもねトレンド入ってて嬉しかったですよ。ありがとうね、いっぱいツイートしてくれて。今回 STU の公式アカウントで、あの全員分のさ出るメンバーの名前を書いたさ写真をアップしてて、おーってなった。おー嬉しい、あれねえ。なんか AKB さんとかをしてるのを見て、はあいいなと思ってたから。そう、公式ツイッターが進化してたよ。進化、覚醒を目指して頑張りましょう。応援してください皆さん、ぜひぜひ。うんうんうん、ダダ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 ダね。でもそのツイートをみんながリツイートをねめっちゃしてくれてたからね、そう、それもすごい嬉しかった。ありがとうね、ありがとうだよみんな。そう、みんなのやつ見てたら、わかるわかるって思うこともたくさんあったよ。フードついてます今日。フードちゃん、これワンピースです。ワンピちゃん移動だったので、楽オブザイヤーな格好をしております。やはり広島新あ東京から広島にね帰ってくるのはね大変です。なのでとてつもなく楽な格好をして帰りましょう。可愛いからフォローしてありがとう、みんなも好きだよ。ねえ、昨日ミーヒンと同室でね、なんかドラえもんの道具で一番何が欲しいかみたいな話もしたり、何だったっけな、なんかいろんな話をしてたんですよミーヒンと。面白い、ずっと話してたんですよ本当に4時間。4時間ぐらい話してるぐらいのレベルで本当に。まあさすがに持った、3時間ぐらい話してたかな。え、本当にすっごい話してて、そういろんな話の中のその話題の一つが、まあ、ドラえもんの道具で何が一番欲しいかみたいな話題があって、ひなはどこでもドアが一番欲しいと思ってたんです今まで。この世の中にやはりどこでもあるドアがあることによって、だってさこの4時間の移動とかもなく、もう東京にピョンって行けちゃうわけですよ。そう、帰りも4時間かけずにピョンって帰れるんですよ。そう、海外行くってなってもピョンって行けるんですよ。あ、もう絶対どこでもドアがいいじゃんって思ってたんです今。
そう、したらミーヒンが「いやチビドラがいいんだよ一番」って言われて人チビドラを知らなくて「えチビドラって何？」って言ったら、もう小さいドラえもんのドラえもん、もうドラえもんがいるらしくて遠くでそう、小さいサイズなんだけど機能は同じらしくて、そうだから、こういうねちっちゃいスモールライトだとしても、普通こうやって持つぐらいのやつが、こんぐらいのやつの小さいスモールライトだとしても同じぐらいの効果が出て、もう私たちこんぐらいのサイズの人間になれるらしくて、あすごいと思って、ミニドラと思って、そうどこでもドアじゃなくてどこでも窓ぐらいのサイズなんだけど、そうどこでもドアの機能をしているっていうのを聞いて、はあすごいなそれはと思って、そうそれはすごいなと思って、そうでもミーヒンが言ってたのは、なんかでもこの回答はひねくれてるよねって言ってて、みんながドラえもんの道具の中で一番欲しい道具何って聞かれたとして、ドカデモノアとかタケコプターとかスモールライトっていうのが出てる中でチビドラって答えるのめっちゃめっちゃなんかめっちゃなんかあれだよねっていう話をしてたそうのがね面白かったです。うんうん、そうチビドラは道具なの、道具らしい、チビドラドラえもんの会話ね本当にできない、チビドラダメだ、うん、そうドラミちゃんかわいい、わかる、ドラミちゃんかわいいよね、ミニドラはドラドラーと言うよ、ドラえもんの声でドラドラできないよ本当に、うん、めっちゃ上手い人いるよねドラえもんのものまね、なんかひなも TikTok でさ見たことある、なんかケーキ屋さんかな、なんかお菓子売ってるところだった気がするんよ、なんかそういうケーキ屋さんみたいなお店の店員さんがめちゃめちゃドラえもんの声みたいなTikTok でひなも見たことある、それすっごい地声がドラえもんに本当にそっくりですごかったね、ほうと思って、もうドラえもんの声優やるべき気につけるドラえもんの声優やるべき、ただ喋ってるだけでもいいね、うんうん、そう俺もいたことある、本当にね、バズってたから見たことある人は見たことあるかも、そうすごい似てました、月曜から夜更かしでもやってた、そうなの、それは見てないな、月曜から夜更かし面白いよね、ひなも好き、知らない世界も好き。
この知らない世界。そう、ミヒと真面目な話した。うん、そうだね、結構真面目な話もしたね。うん、今日はひなちゃんの声聞けたから明日から頑張れるな。そう、はいおはいお部活なんとかはいよはいよはいよ、応援しております。ひなちゃんの大群が応援しておりますうん、やったことないけど聞いたことならあるやったことないよ。帰宅だからね、ひなちゃん帰宅だからね。キャンドルセット届きました。本当に、おあ、見たわそれ、見たわ、届いてたね。いいな、ひなまだ届いてないよ待ってよーっととか言って絶対その当日に渡されるやつうちには届かんかな。うん、忘れの話もしたんならほぼ寝てないので。そうだから寝るの遅くなっちゃってさ、本当に今日、そうだね、まあ4時間寝たかなでも言うて4時間は寝たはず。3時間50分半とかかもしれないそんぐらい寝た。うん、うん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 、ねえ、とっても睡眠時間が短いわ今日は。明日も公園だし早く寝ないとだね。ちらっていらっしゃい。みんなも明日は月曜日だから仕事だよ、学校だよって人が多いのかな。ね。新幹線寝てないんだよね。そう、なんか今日新幹線で寝れなくて、なんかずっとドラマ寝てた最悪の過ごし方、なんか寝れなくてドラマ見てほーっとしてた。ずっと、うん、ぼーっとしてたねえ、だからもう今日は早く寝る、心に決めてる早く寝ます、早く寝ます。本当に鬼滅のオタ活をしてリサさんの MV を見てお風呂に入り早く寝ます。そう、まだキャリーケースの中も開けてない服も洗濯機に、洗濯かごか、洗濯かごに投げて、クレンジングもお風呂場に戻してそして寝ないとね。あ、もうちょっとね、11時なのよ。そうよ、やること多しだよ、まだもうちょっと活動はするよ
みんなもなんかやるのか？洗濯したり皿洗いしたりはもう終わったか？明日までにやらない課題なんかいろいろ終わったか？うん、頑張って早く寝ようなお互い。作業終了、それはいいことだ。あとは寝落ちするだけ、最高じゃん。最高かよ。なっちゃんのシャルを見るのが今日の課題だった。最後の宿題が終わりますね。うん、ゲームやりながら見てる。ゲームか、なんかゆるいゲームもあればさ、ゆるくないゲームもあるじゃん。ゆるくないゲームの時って何にも聞こえてなさそうなんだけど。そう、聞き流しってやつか。うん、ふふふ、明日できること明日やる。そうだよ、本当に一日コン詰めすぎないでいいんだぜ。よっちゃん風呂にはもう入ったの？まだ入ってない。入る。それじゃあそろそろランキングを読んでね、終わりまーすよ。よいしょ。13位、レイブンさん、大好きラブラブなそう。ヒロモン大好きラブラブなそう。12位、はなちゃん、はなちゃんのことが好きなそう。おめでとう。11位、なべなべ所長さん、なべなべ所長さんのことが好きなそう。おめでとう。10位、同胞葵さん、同胞葵さんのことが好きなそう。おめでとう。9位、ケンイチさん、スベアンノと TikTok どちらもとても良かったです。お、どっちもチェックしてくれてありがとうございます。さすがお仕事がよくできますね。8位、ソウルメイトさん、ソウルメイトさんのことが好きなそう。おめでとう。7位、ハマちゃん、11月7日はいい女の日、ひなへの愛情 20% 増量で、てれ、増量が増量になっちゃう。はい、ありがとうございます。いい女認定をいつもしてくれる。そう、いい女、その言葉通りなれるように頑張りますね。6位、ドリンさん、ドリンさんのことが好きだそう。おめでとう。5位、リオさん、もう少しとひなちゃんも可愛い。なんと、出品でも可愛いか。4位、ハンシタン、別に言ってほしい言葉があるだけなんだからね。なんて言うものこれ。え、待って、本当になんて言うものこれ。なんで書いてやるこれ。難しい漢字が現れました、私の中で。突然の、あ、わかったわかった、もう一回やるね。コメント欄を見て、別に言ってほしいことがあるんだけど、あるだけなんだからね。ひざまずけ。ひざまずけって言ってほしかったの？もうそれは完全にド M ターンじゃん。3位、おばあちゃん、今日も大好きだ、今日も大好きだよ。はい、にやきさん、お、今日は星がいっぱいですね。
アッキーさんのことが好きだぞ、ほしほし。そして1位はトゥルルルパパーン、ホテータンド坂道グループイコールキガイさんです。次は目指す M ステ全力応援。あらありがとう、ひなもあの M ステの階段を降りれるような日が来ることを信じて、はい、応援を糧に頑張っていきたいなと思いますよ。はい、パチパチも皆さんありがとうございますよ。パチパチパチ、うん、ということで、はい、スペシャルギフトコメント今日もたくさんありがとうございました。読めてない皆さんごめんなさい。では次の配信で読まれるかもしれませんので、まだフォローしてないよって方はぜひぜひここにあるハートのボタンを押してフォローして、次の配信もまた会いに来てください。そして Twitter、Instagram、毎日投稿しておりますので、ぜひぜひフォローよろしくお願いいたします。今日はね、レトロな、そうレトロなねフロートを見つけたんですよソーダフロートがあって、それをインスタグラムに載せました。そう見ました、もうインスタグラム。そして、ツイッターにはなんとなんと TikTok も岩田ひなさんやっておりましてですね、そうです、 TikTok 今日ひなゆのね会った日に撮ったすごくゆるゆるな動画を投稿しました。次会った時はなんかちゃんと踊ったりしたいなと思っております。はい、次会う計画もね実は立てているので、またひなゆ投稿あるかもと思って楽しみにしていてください。ゆるゆるでしたね、ゆるゆるでしたが見てくれてありがとうございます。はい、ということで皆さん今日の一日おつぴよでした。今日も本当におつぴよでした。皆さん明日から月曜日頑張っていきましょう。一緒に明日公演なので、公園に来る方はねいっぱい楽しんで一緒にね、はい、楽しい思い出作りましょう。そして来れない方はね配信でもね見るよっていう方はぜひぜひ配信でもね合ってる気持ちでパワーを送っといてください、ひなちゃんに。それではまた会いましょう。さようなら、おやすみ、おつぴよちゃん、おつぴよ、バイバーイ。